いざ納品されてから使わないっていうのは、いくらなんでもひどいんじゃないのとか、樋口真嗣は本当にね、映像イメージがすごいんだよ。えー、どんなことが物理的に起こりえるのか、それを最もかっこいい形で見せるんですよ。樋口真嗣のインタビューは、ほとんどあの悲鳴上げてるみたいなインタビューでさ。 悲鳴 <laughs> 上げてるみたいなインタビューで「俺がこんなにあのいろいろ準備してたのに安野さんが全て破壊しちゃったよ」とか「あの最初安野さんはんだろうな脚本と編集だけするつもりって言ったけど現場にどんどん来て俺が決めたことをどんどん書いてるよどうしてくれるんだ」とかわざわざ腰から上のロボットも安野さんが使うって言ったから作ったしおまけになんか俺は最初からゴジラの最初ゴジラの監督で,でその時からロボットのゴジラっていうのを出そうと思ってて「いいですよね」って言ってて途中段階 延々安野さんに写真を送ってたんだけどもいざ納品されてから使わないっていうのはいくらなんでもひどいんじゃないのとかそういう泣き言が延々書いてて、まあ、めっちゃいいわけだよでうんとねその中でもね素晴らしいのがよいしょこれちょっとしばらく固定するからアップにしてくれるかな ここ大丈夫、取れる。取れる、もうちょっと方向変えようか。あ大丈夫です。はい。これね、あの樋口真二が、樋口真二が。あの、ここから、ここ。上関係ないよ。ここから、ここね。樋口真二、本当にね、映像イメージがすごいんだよ。えー、ゴジラの火炎放射のイメージ、まず。下に向けて、熱火炎を放つ。熱で地盤が溶けていく。そうすると。 ドロドロに溶けた地盤が、えー、熱炎によって押し流されていくと向こうにだーッと地面が溶けて流されていくとそれによって基礎が緩んだビルは次々に沈み込んでいくとで後ろに流されていくとでさらにゴジラが火を吐くとゴロドロドロに溶けた地盤が、えー、火炎に熱炎によって押し流されていくと基板が緩んだビルは次々に傾き沈み流されていくということで将棋倒しになっていくというイメージが語られているんだ。 すごいじゃんこれねあの何だろうな「ゴジラは火を吹く」って言ったらみんなが思いつくイメージというかこれまでの映画クリエーターが思いついてたイメージっいうのは街が炎に燃えるとかさあとは「巨神兵東京に現る」でやってたみたいな熱戦が行っててビルが破壊されるとか切断されるとか解ける止まりだったんだけども樋口新司がやろ,うとしてんのやろうとしてたのはゴジラが 今回のゴジラは延々下向いてるんだよね。人間を見下ろしに下向いてるんだ。じゃあ、あのポーズ撮ってんだから、せったかくだから、ゴジラが下向いて火炎を吹いたら、どんなことが物理的に起こり得るのか、それを最もかっこいい形で見せるんですよね。で、この、このね、イラスト1枚でもう俺、あ、これは1万円の元を取ったわと思ったんだけども。